カーニー軍はアメリカ合衆国カンザス州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3977人であり、2000年の4531人から12.2%減少した。軍庁所在地はレイキン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は米北戦争ではアメリカ陸軍の士官で活躍し、 南北戦争には北軍で参加したが、1862年のシャンティリーの戦いで戦死したフィーリップ・カーニー将軍にちなんで名付けられた。当初のカーニー軍は1873年3月6日に設立され、1883年にはその領域がハミルトン軍とフィニー軍に分割されて解体された。1887年に最初の領域で再設立され、 1888年3月27日に組織化された。1889年、その軍名の綴りをカーニーに正された。カーニー軍は1980年代後半まで山岳部標準時となっていたが、アメリカ合衆国省務省が中部標準時に開始させた。中部標準時はカンザス州105軍のうち101軍が採用している。 コロラド州との宗教に接するハミルトン軍、グリーリー軍、ウォレス軍、シャーマン軍の4軍のみが三画部標準時を採用している。カーニー軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は1988年の投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、 食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は871.50平方マイルであり、このうち陸地は871.06平方マイル、水域は0.244平方マイルで、水域率は0.05%である。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。カーニー郡は7の軍区に分けられている。どの都市も政治的に独立とみなされず、下記軍区の数字に含まれている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。 ありがとうございます。